薬学研究員の津田誠です。私の専門は神経薬理学です。私たちが感じる痛みやかみは生体防御として大切な感覚ですが、それが慢性化しますと生活の質が低下するため適切にコントロールする必要があります。しかし、癌や糖尿病、アトピー性皮膚炎などで発症する 慢性的な痛みやかゆみの仕組みはよく分かっておらず、貯行する医薬品もありません。私はそのメカニズムを明らかにする基礎研究を行っています。痛みやかゆみの感覚信号は神経細胞を伝わり、皮膚から脊髄、さらに脳へと運ばれます。私は、これらの神経系組織に存在する神経細胞や他の細胞の働きに注目し、 ある特定の細胞の活動や遺伝子発現などを人工的に操作する技術や細胞の活動や動きなどを生きたまま観察できる顕微鏡などを使いながら慢性的な痛みやかゆみに重要な細胞群の特定と新しいメカニズムの発見を目指して研究をしています世界で誰も見つけていない新しい現象を発見した その瞬間の驚きと喜びはまさに研究の醍醐味と言えます。私の研究では脳や脊髄の神経細胞に加えてその周りにいるグリアという細胞の働きに注目しています。グリア細胞はこれまで神経細胞の活動にはあまり重要ではないと考えられ痛みやかゆみのメカニズムとしてほとんど注目されてきませんでした。しかし私たちは グリア細胞が神経活動を大きく変化させる物質を放出し、モルヒネも効きにくい慢性疼痛やアトピー性皮膚炎に伴う慢性創用などに重要な役割を担っていることを世界で初めて発見し、従来の病態メカニズムを大きく前進させることができました。グリア細胞に注目することで、神経活動の新しい調節機構が見えてくることに興味深さを感じています。そして現在、 グリア細胞の働きを調節する新しい医薬品の開発も進められています。また私たちは、希少人医薬品から新しい薬効を探索する取り組みを含めた、九州大学独自のアカデミア創薬研究、グリーンファルマ研究も行っています。それらの基礎研究と応用研究から、自分が発見した病気のメカニズムに有効な薬を見つけることができ、そしてその薬が、 多くの患者さんの苦しみを和らげることができれば、研究者としてこの上ない喜びとなり、まさに薬学研究ならではの大きな魅力だと思います。研究において新しい物音の発見への道のりはそれほど平坦ではありません。時には大きな山を乗り越える必要もあるでしょう。しかしその都度、自身の実験から見えてきた いろいろな仮説を次の実験で検証し、その結果をラボメンバーや海外の先生とともにディスカッションしながら新しい研究を進めて、これまで分かっていなかったことを一つ一つ明らかにしていく。最終ゴールとなる大きな答えに迫るそのプロセスもまた研究の楽しいところです。The best way to predict your future is to create it。自らアクションを起こし、将来の道を切り開いていくという姿勢が 研究には大切だと思っています。創薬への大きな志を持った薬学研究から素晴らしい医薬品を私たちと一緒に生み出していきましょう。